皆さんこんにちは、岡田真央です、はい、今日もスポーティーコーヒーさんに卒園させていただいています。ありがとうございます。駒沢、はい、大学駅です。はい、ということで、はい、今日話すのは、はい、パリに行く日本代表のメンバーが確定したっていうやつですね。はい、12人です。あの北海道のね、うん、あのオーストラリア戦を経て、うん、もうあれがだから最終試験的な、そうですね、うん、最終選考がってことですよね。もうこの12人、いや、いいと思いました。いいですか。はい、まあ、恩塚さんの言葉をちょっとね、はい、あの言うと、うん、この12人、まあ、日本の強みを最大化するためにあらゆる状況を想定して12人を選考させていただきましたと。はい、候補者全員を選考できなくて残念な気持ちが先に立ちます。なぜならば23名の候補全員が全てをかけて挑戦しチームのために献身的に戦ってくれました。尊敬に値する努力でした。その努力に貢献、努力と貢献に報いるためにもメンバーの思いを背負って勝利を日本に届けたいと身が引き締まる思いです、はい、っていうことですね。で、残された12人も同じ気持ちだと思いますということで、うん、残された1ヶ月チーム一丸となって連携をより深め突き詰めて課題を克服し最高に成長してオリンピックに臨みます。1ヶ月か。はい、金メダルを獲得するために全てをかけて戦いますということですね。まあ、この走り勝つシューター軍団っていうのがまあテーマじゃないですか、はい、ずっと恩塚さんは、まあ、それができるメンバーっていうことなんでしょうね。で、今回選ばれた12人がこちら、バン出てます、名前が出てます、ここに。はい、だから前、はい、あの怪我とかでいなかったルイちゃんが入りましたね、はい、もうこれは大きい、ね、はい、大きいですね。これはまた全然違うんで、やっぱルイちゃんが入ると、うん、っていうのと宮沢ゆきちゃんが戻ってきました、はい、代表に。もうこれも嬉しい、うん、あ、まあ、富士通が優勝したじゃないですか、 W リーグで。もうなんていい選手なんだと、ね、はい、もうオールラウンダーの、うん、本当に何でもできる。リバウンドもめっちゃ頑張る、ディフェンスもめっちゃ頑張る、うん、大きい、シュートも入る、あの今やもうドライブもアシストもね、うん、できるようになってしまっているんで、うん、もうすごいオールラウンダーに成長してるなってことで、うん、もう日本には必要だろうという選手ですね、本当に。で、あとは東堂奈々子ちゃんも出ました、はい、東堂入りました、帰り咲きました。東堂大好きなね、中3の、はい、だってもう東堂奈々子ちゃんはさ、もう若い時、結構前、何年か前から代表に入ってて、うん、もう本当一番若い枠みたいな、うん、でも若いのにすごい安定したプレーで、うん、ディフェンスがすごく強化されていて、うん、みたいな。でオフェンスももちろん上手いけどねっていう選手で、これからどんどんもう日本代表の要の、ね、うん、中心になっていくんだろうなからの一旦外れたから、うん、多分本当にハッってなったと思うんですよね、うん、でもやっぱこっからもう一回このパリ五輪に入ったってことでね、もうまた一つ成長、はい、きっと奈々子ちゃんは、はい、と思います。あとはですよねっていうメンバー、うん、まあまあそうそう、ですよねっていうメンバーですよね、はい、そうそうそう、まあ、で言うと吉田あさみさんもまた入りました。ここ、もうここはどうなのかなとはちょっと思ってたんですけど、まあまあまあ、入りましたね、まあ、前回ね、うん、これで取ってますからね。そうですね、もともとそもそもの恩塚さんの多分信頼は厚いだろうし、まあ、そうそう、戦術もね、そう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 、あの東京医療でね一緒にやってたっていう、うん、っていうのもあるし、やっぱ普通にうまい、うまい、アシストとかガンガンできる、うん、普通になんていうかめっちゃ入るシューターって感じではないかもしれないけど、うん、それ以上にアシストもできるし、だからまあめっちゃ長く出るってわけではないだろうなとは思うけど、ちょっとピンチなんですね。そう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 、ね、まあ、あらゆる状況をね考慮してって言ってましたんで、はい、そう、はい、必要な選手なんだろうなって感じですね、はい、本橋奈子ちゃんもここで入ったので、そうなんですよ、そう、ね、そうなんでしょう。ここら辺がだから河合さんなのか本橋さんなのか、うんうんうん、そうですね、ガード、そう、ガード陣で言うと、うん、その辺のね攻防だったと思いますが、奈子ちゃんの安定感的なところが、まあ、それもあるんでしょうね、うん、あるんでしょうね、きっと。エブリンもステも入りますね、エブリンステがね兄弟でここで入ってきたんで、だってステは東京オリンピックの時には 3-3 3x3 で出てたんで、そうそう、マイちゃんも、うん、でこれパリオリンピックでゴロゴロ入るな、このマイちゃんも、はい、あのステも初めてですね。でも一応全員オリンピックは経験してるというメンバーです。はい、いやもう硬いと思いますね、うん、これは。これ戦術的にはガードがめちゃくちゃいるんですけど、はい、うんうんうん、どういうのが要はベーシックなんですか。
まあでも本当にまいちゃんが2番とかで出たりとかね、うん、してスタートもすてとまきちゃんとまいちゃんと宮崎沙織ちゃんと林咲ちゃんっていう、うんはいはい、がスタートです、ね、スタートだったんでオーストラリア戦もまあすてがねスタートなんで、うん、そこもちょっとまた大きいでまあ宮崎ちゃんがホワイトガードのまいちゃんが2番みたいな感じで出てますよね、はいはいはい、で林咲ちゃんはもちろん素晴らしいシュート確率をオーストラリア戦でも見せてくれた、うん、スリーポイントがやっぱし軸ですよね。そうですね、どう考えてもだってこのオーストラリア戦結構なハイスコア96対85と95対87だからどっちも90点台取ってスリーポイントはでも 38% ですね、うん、1日目が、うん、で2日目が 43% だすげえ43.6 だから44ぐらいですね、うん、もうこれぐらい多分日本の目指すところはこれぐらいでしょうね 40% 超えぐらいチームでで本当に2ポイントより3ポイントの方が打ってる数多いんで余裕で多いんですよ1日目に関しては52本打ってますから52本そうでも2ポイントは21本です少なでしょそのオーストラリアはどのぐらい打ってるんですかオーストラリアはその3で言うと20本ですでやっぱ2ポイントが45本だからそのぐらい倍だ結局プラス1点プラス1点プラス1点をしていくってことでしょ、うんうんうん、そうですね2日目も3が39本で2が28本なので確率もだから2日目は3ポイント 43.6 で2ポイントも 60.7 入ってるからもうシュート力がそうまあオーストラリアもね2ポイントは 63% ぐらい入ってるけどまあゴール下多いからゴール下うんうんねオーストラリアにそもそも2連勝したのすごいですからね日本は強いそうそうオーストラリア3位なんですよ世界ランキングで日本は9位で2連勝してるからまあもちろんねまだねオーストラリアもチーム的に出来上がってないとはいえ、うん、日本だってそうだから、うん、でこっから1ヶ月後ですよねマジで楽しみ林咲ちゃんが、まあ、キャプテンだと、はい、思うんですけど、まあ、パリの2024オリンピックで世界一になることを目指し、うん、ここまでたくさんのメンバーといろんな経験をしてきましたということでね走り勝つシューター軍団のコンセプト通りどんな相手にも足を止めることなく日本らしいバスケットで世界と戦えるよう残りの期間もトレーニングを積んでいきますで予選からアメリカ、ドイツ、ベルギーと強豪揃いですが今まで関わったメンバーみんなの思いを胸にコートに立ちしっかりと上り詰めてまたファンの皆様の熱い応援も力に変えて世界一になって日本に帰ってきますっていうね力強い言葉確かそうすげーとこに入っちゃった、ね、そうすごいところに入って予選から初っ端のアメリカだし初戦が初戦アメリカでも高田真希ちゃんも言ってましたけど、うん、初戦アメリカは逆にラッキーみたいなことも言ってましたそのアメリカはどんどん大会中にチーム力がどんどん上がってくるからそうそう初戦っていうことで初戦だからちょっと、まあ、まだつける隙はそうそう勝てる可能性は高くなるっていうことですね強いてあげるならその、はい、弱点は何なんですか何のですか日本の真央さんがその相手チームの監督だったらまずだって絶対フィジカルじゃないですか、うん、まあ一番ゴール下そうそうゴール下、うん、で日本の言ったらこれもう分かるようにシューターなんですみんなスリーなんですよ、うん、本当にだから徹底的に潰しますよねスリーをそういうことですね、はい、もう徹底的にもう打たせたらダメっていう、はい、そういうディフェンスをしまくって基本日本はスリーを全部消してゴール下も絶対カバー大きい人がいて、うん、だからミドルをずっと打たせるみたいなそうそうディフェンスをさせるかなと思います入ったとしても2点でリバウンドはこっちの方が強いし海外の方がね、うん、海外の方が強いし海外の人はゴールだからまあゴール下とかフィジカルで崩すんだろうなと思うんですけどまあ日本はディフェンスの隙もあんまりないからね本当にカバーの速さとかそのローテーションの速さとかで、まあ、運動量ですよねもう本当に世界一のレベルだと思うので、うん、なんかあれを崩す
オフェンスがまあ難しいだろうなっていう、まあ、完璧にそのディフェンスやられたら、スピードでもだから日本は速いからあれなんですけど、日本がバーって戻ってくる前に一人だけゴール下にやらせるとか、ほんとちょっとした、オーストラリアもちょっとそんなしてましたね。そう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 、そうですよね、まあ、そういうのは絶対しなきゃいけないだろうし、本当に細かい技術必要だと思います。日本のディフェンス崩すにはちょっとフェイクして若干遅らせるとか、なんかそういう細かいあのカバーとかをね、真っ向に日本と勝負してはもう全然ディフェンスされちゃうと思うから、ちょっとした工夫ができる選手が揃ってないと多分崩せないんじゃないかなと思いますね。日本はガチガチにスリー消しに行くの分かってるじゃないですか。はい、うん、それをどうやってこう、それでも打つわけでしょ。そうですね、スクリーンでどうにかするんですよ本当に。どうにかする、どうにか、どうにか打つ、そう、どうにか打てるようにすると思います。もちろんでもそれが本当にガチで消されたら、あのまああのドライブ行くしかないじゃないですか、うん、絶対外に出るから中は開くと思うんですけど、うん、だからそこがうまくちゃんと抜いた後の処理がいっぱいできればいいけど、そのスリーが打てないって日本のやりたいことではないから、うんね、ちょっとそこで狂ってくるとちょっと怖いなとは思うんですけど、うん、だからそのバージョンも考えとかなきゃいけないですよね、めちゃくちゃ。う、ね、うん、こんだけスリーなチームだから、あのそうじゃない戦い方も作っていってほしいな、この1ヶ月でって思います、うん、それを止められた時はどうするの、次のセカンドオプションもちゃんと持っていけば日本は強いと思うんですよね。フィジカルもみんなだいぶ強くなってるし、あのオーストラリアの、うん、ね、ね、そんなになんかディフェンスも当たり負けしてるような感じしたかったですよ。めっちゃ頑張ってる、本当にめっちゃ頑張って守ってるから楽しみだな。今度7月の4、5、6、7かな、うん、にまた東京で男女ともに試合があるから、相手はどこですか。日本、あ、女子はニュージーランドで男子は韓国だったと思います、うん、そう、日本の男子は26位だったか、韓国は、韓国もうちょい下です。あ、本当だ、50位だ、うん、日本の方が強い。女子ニュージーランドは26位だ、ニュージーランド26位、女子日本じゃない、日本9位です。あ、9位、うん、まあ有明でやるのはじゃあちょっと格下のどちらも相手とやるってことですね、男女とも。なんかチケットだいぶ売れてるらしいけど、それはそうですよね、うん、まあ、1万人入るから平日はちょっとまだ行けるっぽいところも、絶対見た方がいいですよ ね、 ね、でちょっと本当にこのメンバー楽しみです、うん、ということで皆さん、はい、あの7月のそういう強化試合とかも注目しつつ、はい、パリに向けた日本代表の動向をチェックしていきましょう、はい、ありがとうございました。